西尾口駅は愛知県西尾式重町芝草にある名鉄西尾線の駅である。駅番号は GNAQ。隣の西尾駅まで約800メートルしか離れておらず、利用者も非常に少ないため、昔は一部の普通も通過していた。現在はすべての普通列車が停車する。当駅を通る線路は直線であるため、当駅のホーム端から、 西尾駅のホームを見ることができる。2006年2月、西尾線への駅集中管理システムの導入に伴う設置費用の軽減のため、名鉄は1日の乗降客数が300人以下の駅を廃止することを関係自治体に通告したが、市街地にある駅は除外することとしたため、西尾口駅はこれに該当し、廃止を免れている。 4両編成対応の単式一面に線ホームの公開機で駅集中管理システム導入の無人駅。何か対応。トランパス対応工事の際に同時に多目的トイレが設置されている。エレベーターは設置されていない。1989年7月に完成した連続立体交差事業の際、将来の2面2線化に対応可能な構造に作られている。 2008年6月14日に西小口駅手前から隣の西尾駅までの約600メートルが複線化された。近年の1日平均乗車辞任は下表の通り。2019年10月8日、普通列車が誤って西小口駅を通過するアクシデントが起きた。壁電西小口駅に関するカテゴリー、壁階西小口駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。